さつき。ちょっと聞きたいんですけど、龍光寺ってこの道で合ってます？次の角を右に曲がって、三つ目の路地を。一緒に行ってもらってもいいですか？突然すいません。見せていただきたいのですが、よろしいですか？ありがとうございます。はい。ほら。はい、いや。面白いものがあるんですよ。そう言われると覗きたくなるよね。たまらないんだ。君も持ってるんじゃないの？とっておきの怖い話。いいよ、話して。でも幸せな夫婦がいたんだって。子供が生まれてすごい幸せな人生。そしたら？そしたらね、どこからともなく声が聞こえたんだって。それが願っていた幸福の対価。怪しい。周囲を不幸にして本当に絶望的な人生を。ゾクゾクするような素敵なお話だね。ええ、今日は大収穫だ。ありがとう。俺に君の知らない話を。見えないものこそ美しいんだよ。どこにいるかわからない。我々はそれをあやかしと呼んでる。あやかしはね、人の心の弱さが大好物なんだ。自分のことしか考えない。あの扉の中にいるらしい。こうやばいものが出てきて大変なことになる。この世界が壊れてしまうくらい。でもね、払うものがこの扉を開けたら、どんなあやかしでも吸い込み封じ込まっちゃうじゃん。あの方がどうかなって。君はまだ食べ頃じゃないんだって。どうして？あの方、俺を見つけ出して。次はいっぱい遊んで、姉さん。ねえ、あやかしに襲われることもなく、ここに来ると思い出しちゃうな。君の血の味。マジマジ。お前何言ってんの？居心地がない。何も敵に守られている。何一つノイズは起きない。そしてゆっくりゆっくり堕落していく。最高だ。いじめちゃう？痛くしちゃって。どこから行く？ここが好き？もっと痛い方がいい。暴れんなよ。やめろ！